改めましてさらば青春の光森田です。よろしくお願いします。はい、ヒゲさんでございます。お願いします。今日僕このこのラインライブ中に、はい、しばかれへんっていうことだけ心がけてやろうって思ってますから僕そういう怖い人じゃないからやめてくださいね。全然めったに椅子から立ち上がるのやめてください、はい、めったなことでコメントもね、こんばんは、あ、オンタン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 っていうちょっとコメントも結構なんすか、オンタンオンタンってなんか結構言ってくる。あ、違う、おちんたんね。あ、おちんたん、おちんたんっていうのは、はい、まあ、こい僕のチッのことを言います。ファンがおちんたんっていうふうに、はい、あの、うん、書くとツイッターとかでそういうのをガンガン俺に書くと、はい、アカウント停止されるから、はい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 、そういう造語を使ってセクハラをしてくるんですよおちんたんっていうのは TS さんのおちんたんのことなんですね。それをなんで5回もその書く必要があるんですか、これは。もう暇なんじゃない、はい、ということでですね、あの、まあ、ほとんどの人はあのこれ見てくれてる方はまあご存知かと思いますけども、念のため簡単なプロフィールを、紹介したいと思います。TS さんはですね、自他ともに認めるクズなロックスター、またの名をエロ神クズオという、またの名をエロ神クズオなんですね。そうです、 AKA エロ神クズオ。そうです、そうです。これは誰がつけたんですか。僕です。自分で、はい、自分でエロ神クズオだと名乗って、うん、潔いっすね、うん。そしてですね、2017年にリリースした自身のタトゥーを題材にした楽曲超ヤバいは、YouTube 再生回数2500万回超え以降、毎年500万回以上再生されるヒット曲をリリースし、ミュージックビデオの総再生回数は1億5000万回、若い世代のカリスマ的な存在となっておりますと。すごいっすね、1億5000万回。1億5000万回回回ってるっていうのは、はい、今知った。俺もあ、マジっすか。やばいね。やばいっすよ。で、俺 YouTube やってるからなんとなくの収益分かりますけど、やばいっすあなたあなたやばいっすよ、マジで。これタトゥーを題材にした曲っていうのはどういうあれなんですか、どういうコンセプト、ね、もうなんか全然こう鎖骨にキスマークとか、はいはいはい、あ、タトゥーの内容を歌う感じ。そう、なんかそんな別に、うん、あの、うん、見た目が全てじゃなくない世の中、はい、はい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 、とか、はい、なんで右側にタトゥーが入ってないのかと。右が入ってないんだけど、これはなんでなんですか。これね、はい、あのね、うちのお母さんがね、はい、もう死んだんだけど、はい、本当に、はい、もう死にますって言われて電話かかって病院に、はい、死にませんは聞いたことありますけど死にますはないです、もうやばいですってなって、はいはい、行ったの病院に、はい、で最後喋、うん、れてた言葉が、うんうん、右側にタトゥーを入れないでっていう。嘘でしょ本当に最後のなんでって言ったら、うん、なんか右側だけなんかこう、うん、生まれたままのぐるぐるぐるみたいな感じで、ほう、本当にそれが最後で、ほう、そっからなんかもうつけられて、はい、意識不明になってあのお亡くなりになったんで、はい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 、本当に最後のセリフがそれで、うん、俺は入れたいわけ、はいはいはい、タトゥー好きだから。多分このペースで言ったら入れますよね。いやねえねえ、まだ取って残ってます。ここのケツとか太ももとか、はい、キャンバス、うん、残り少ないキャンバスが取ってある、うんうん、でこれはね大事に使おうと思って、はい、どういう時に入れるんですかそのタトゥーは。うん、あ、これ入れたいとかさ、なんか、はい、俺ドラクエやった、森田くんって。ドラクエ、まあちょっとぐらいは知ってますけどそんなやってないですけど。ドラクエ3の最後のボスがゾーマっていうのね。はいはいはい、今、まあ、あれを入れたいんだよね、ゾーマ。ここに入れたいんだよねラスボスを。そう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 ゾーマ、そうゾーマ入れたい。え、お母さん言ってませんでした、ゾーマだけは入れないって言ってませんでした。言ってなかったわ。大丈夫、それは大丈夫なんですね。大丈夫。じゃあゾーマはいつか入れるっていうことですね。うん、入れる、近々入れる。え、一番最近入れたタトゥーはどれですか。あのね、もうちょっと分かんないんだけど、はい、ここら辺とか、はい、ここら辺とかになんかキスマーク入ってない、ここら辺キスマークいっぱい入ってますよ、ね、これ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 とか、あ、はいはいはい、なんか、あ、これこれこれとか、はいはい、これとか、うん、適当になんか仰向けになって、うん、彫り師に、はい、空いてるとこにキスマーク彫ってって言われて、はい、掘ったのね、はいはい、でも俺分かってないからどこに入ってるか。おお、だってこっち見てるし適当に入れてみたいな感じだったから。はいはいはい、で走ってきてこことかキスしてくるやついんので、俺なんでここばっか舐めてくんだろうと思って頭おかしいんちゃうと思ってて、はいはいはい、で黒で見たら、あ、うん、キスマークが入ってるから変なブースが寄ってきてチューってやるんだと思って。あの違うんですよ、ここなんでここにキスするんだよじゃないですよ、まずなんでキスするんだよなんですよ、まずは。そうだよね、はい、こことかじゃないんですよ、ね、このね、この見てるね、このね、うん、頭がおかしいなやつ、ね、はい、ちょっとずつね洗脳されて普通
それがもう普通になってきちゃってるんだよね。あ、じゃあもう背中の方とかあんま何入ってるかわからんぐらいのことっすよね。だってまあかぶってはないけど、なんかポン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 って入ったりとかして、うんうん、だって堀氏がいたずらしていけるってことっすもんね多分。別に、うんうん、ほんま普通のしょうもないうんこみたいなのもかけるってことっすもん ね、 ね、堀氏がねかけるねそうっすよね、やってほしいけどな。こっからはですね、ハイボール、あ、もうかもうすごいですね。はい、はい、すいません。今日のこうラインライブのタイトルが、はい、クズとゲスっていうことで、うん、クズとゲス、うんうん、クズが DS さん、はい、でゲスが僕ってことですか。これそうですね。なんでこれ勝手にこっちの了承も得ずタイトルつけられてるんですか俺こ了解してないですよこれ。ゲスでクズとゲスっていうタイトルは。そうなんだから、はい、なんかあれでしょ、うん、あの、はい、週刊誌とかテレビとかに言えないゲスいことあるでしょ絶対。あ、まあそのゴシップは大好きですけど。違うよ、森田くんが。何がですか。森田くんに、はい、森田くんがやったゲスいことあるでしょ、はい、いやいやその人が生きてれば。いやいやいや僕の相方はいっぱいありますけど僕はあんまないっす。いやあるな。いやないっすよ。あると思うな。いや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 お願いするとかそんなんしかないっすよ俺女の子にそれぐらい可愛いもんですよ僕なんて本当に。エロ神都市伝説パッパッパッとか、はい、なんかモテや。 何もないです。パッパッパッとか無音です。はいわずかばかりのスタッフが拍手してくれるだけ、はい、切なということで、エロ神都市伝説、ここではですねネットを中心にいろいろと出回っている TS さんのやばい噂や都市伝説を検証していこうという、コーナーでございます。これネットでやっぱいろいろ回ってるんですか TS さん噂が。回ってる回ってる。はあはあはあ、噂っていうか、まあ、普通にもう動画がとか、うん、そういう TA さんの動画が回ったりとか、うんうん、これどうですか SNS は結構チェックしてる方ですか。この間までね、うん、してたんだけどね、はい、もう嫌になっちゃってやめた SNS がですか。 SNS をやめたこれちょっと俺分かんないですけどラッパーの方とかってこう、うん、エゴサーチとかってどうなんですか。するんですか。エゴサーチも、うん、俺なんか、うん、エロ神クゾとか言って、はいはいはい、なんか 3P とか女とか言ったりさ、うん、あのテレビの時もさ、はい、金が金儲かってるよこいつみたいな感じでもう出てるから、うんはいはい、ディスがすごいわけ。あやっぱアンチがいるんですね。アンチがもうアンチがすごい。あやっぱそうなんですね。そうそうそう。おうおう。だから見ません。あれ意外にメンタル弱いっすよ。なんかね、はいはい、なんかもうだいぶ見たよ。はいはい、人の、うん、人が生きてるうちのアンチの3回分ぐらいはもう見たと思う。でも見て見まくった結果、うん、もういいんじゃないかなと思ってこれってアンチは、まあ、ネットでアンチがいるわけじゃないですか、うん、普段道歩いててアンチに会うことはあるんですか。いや、一回もない。だからね、それがだから結局そういうことなんですよね。早速検証、していきますか、はい、最初の噂はこちら。あ、なんかいけそう。おいけそう。そこのそうです。ぴょんぴょん跳ねてる。お前じゃない。お前の連れだからな。お前じゃない。お前の連れ。ライブっすよねこれ多分。そうそう、ワンマンでしょこれ。そうそう。未成年のトークコーナーみたいな。トークコーナーっていうか MC の部分ですか。お願いします。すげえな。おえ、あの俺ほんとに簡単にやれるから。香ばしいな。これなんすかこれ。いやこれなんかこう見てて、はい、うん、あのこれワンマンの時ってすごい人数がいるから、はい、あのもったいないなと思うの。でもね、もったいないって。でもね、何がもったいないですか。いや遊びたい子、はい、遊びたいと思う子は多分きっとたくさんいるのに、はい、みんなを見れないし、うん、連絡先も交換できないし、はいはいはい、もったいないなと思って、うんうん、電気を一回全部つけさせて、うん、一回真剣にこう見るわけよ。逆電を。そう夢のようなことしてるよ。みんなやりたいけどやらないんですよ。それ俺それがあるからライブしてて金とかじゃないよ。もうそれのみだよ。その終わった後のセックスの、うん、あのね、うん、セックスが本番なんです、はいはい、あれさっきみたいなライブは、はい、あれはフライヤー配りなんです、はい、宣伝なんです。 あれがフライヤーを配ってんのと一緒だと。そう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 、はいはいはい、でその日の夜に本番が始まる、うん、あれはなんすかあのままなんか選んでんすか。あそこで選んでて今の多分ね、うん、そのお前の横みたいな感じで言ってるんだけど、うん、その子とかをそのままこう楽屋に終わったら。マジっすか。そう、ライブ中に決まるってこと。決まるパターンもある。今日の夜ツボがあの合う方がいれば。いや、その選ばれた子もうライブミントまず風呂入りに行きますよ多分。その風呂は俺のホテルで入れるよ
え、すげえな。それみんな、ほんでみんなが目の当たりにしてるってことですよね。その光景を。そうで、いいなーとか言ってんすか。そう。はあ、すげえな。めちゃくちゃやりたいっすわ、それ。やりたいっしょ。だからね、俺はね、男の夢。はい。いや、そうです。いや、なんかファン行くってこの世界ってちょっとご法度みたいなとこあるじゃないですか。そうなん。あ、だからミュージシャンの世界はないんから、芸人の世界ってちょっとこうファン行くってちょっとご法度なんすよ。その松本さんとかでもガンガンガキの使いとかでさ昔さまあ昔ね、そう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 、はいはいはい、昨日やっちゃってさみたいな。あそこまでのスターは多分芸人でもいいんすよ。あ、そうなんだ。でも俺らごときがやっぱファン行くと、ファンってもうなんていうんですか、そのライブ来なくなったりとかするので、その行っちゃったファンはね。あ、そうなの。そうだから、そのファンを減らす行為だっていうこともあるから、一応なんかちょっとこうご法度みたいなとこあるんですけど。逆だわ。ミュージシャンは関係ないってことですよね。違う、その子は絶対来てくれるもん、うん、次も。なんなら友達連れてきて 3P しようとか私の友達次行かないみたいな、あ、行くみたいな感じで行って、次の日その前やったこと3人でご飯食べたりとかして楽しかったねとか言って、したらまた来てくれるし俺その友達と友達になりたいの。3P できるでしょ、だってTS 含め 4P できるわけですうわ、俺森田くんのコミのやだ。いや、見られないようにします。こそこそやりますよ。もうライブ配信したり。いや、すげえな。続いての噂はこちら。ファンの方から大抵って声がかかることもあると。その映像もあると。はい、うん、どういうこと。何なの。姉妹で大抵。ああ、姉妹 3P ありこいや、ないよあのね、お前らね、そんなこと余裕かましてるけどね、姉妹 3P ってめちゃくちゃ恥ずかしいからね。これガチの姉妹。そう、ガチの姉妹。え、今のはガチの姉妹が来てて、見に来てて、抱いてって言って。多分、全然覚えてないけど、はい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 。これ多々あるから。え、これはこの日はえどうやったんですか。それは行ったんちゃう。でも今の子たちかは今の子たちかは分かんない。そんなセンセーショナルなこと普通覚えとかなダメなんですよ。行ったんちゃうじゃないんですよ。嘘。いやいや、え、行ったんすか。多分あの日。いや、誰かは行ってる。あの姉妹と行ったかは分からないけど誰かしらは。ちょっと待ってください。その TS さんのライブでその姉妹 3P は普通のことなんですか。その姉妹で抱いてっていうのは、うん、普通。結構姉妹で見に来るってこと。普通の 3P してがいっぱい来るから、うん、普通の 3P より姉妹 3P の方が、はい、あの僕は好きなんですねっていうのがツイッターとかで言うと回るんですよね、はいはい、そうすると、はい、普通の 3P じゃダメだから姉妹で行くわみたいな姉妹たちが立ち上がって全国の姉妹が全国の姉妹がありがたいことに来てくれるんです。いや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 、それさ、その疑似姉妹もいますよ。その偽の姉妹も、まあ、いるよね、まあ、絶対いますよね。え、なんすかそれ。姉妹 3P が興奮するんすか、うん、それは。知る。いや、するじゃないですよ。本当に知る。マジで知る。ちょっと待って、なんかコメントけえへんかな。私抱かれましたよみたいな。私抱かれた系はいっぱいいるんじゃないの。あ、やっぱいます。まあ多分いると思うけど、ね、あのね、今ね、あの、え、ティーンさん年齢制限あるんすか、その抱く抱かないは。ああと20歳以上。あ、やっぱそうなんですね。今ね、あのコメントで年齢制限上げてって来てますけど。上げてっていうのはだから、あの上の年齢制限もあるってことですか。もちろん。え、何歳ですか。30ぐらいかな。あ、だからそれを上げてって多分、そうそう、30オーバーのファンが言ってきてるんですよ。いいじゃないですか。熟女は熟女なりの魅力ありますよ。そのマジで。あ、私抱かれましたっていう人いますね。いる。はあ、すごいな。年齢制限下げても欲しいとっていう人もいますね。だから10代の方かな。下げたら捕まるじゃん俺がね。いや、いいでしょ。ギリギリなんだけど。別にもうこの際あんたもう好き勝手やってきたんすか。捕まってもと、はい、ファンのプレゼントがやばい。どんなプレゼントを今までいただいたのかっていう質問なんですけど、これは何ですか。やっぱプレゼントもらいます結構、うんうん、はい、もらうし、うん、楽
頼んでもねえのに毎週送られてくる。何？え？この間ね、生肉送られてきた。肉の塊。いや、めちゃめちゃいいじゃないですか。生き牛っていう生き島の長崎の。おお。ほうほうほう。牛の塊が送られてきた。え、毎週肉が届くんですか？いや、違う、毎週いろんなものが届く。あの各地の。各地の。ふるさと納税や思われてんの。トウモロコシがね、北海道から届いたりとか。めっちゃいいやん。めちゃめちゃいいっすやん。うちの、うん、あのマネージャーとか事務員とかめっちゃ持って帰ってる。はい。持って帰ってるもんこの人。まあ毎日だから皆さん何らかの各地の美味しいものは持って帰れるってことですか。そうそうそう。へえ。これあと何、下着とか。ああそうね。はい。パンツはもう普通に来る。な何のどっちの下着ですかそれは。相手方の。相手の女の人の使用パンツとパンティーとブラジャーの使用済みのやつに顔写真が貼ってあって。です。連絡先が書いてある。なんでそのアホなのと思って。なんでその下着送る必要ないじゃないですか。わかんない。でもね、うん、俺潔癖だから、うん、それをなんか SNS にもうやめてくれと、うん、触れないし、うんはいはいはい、もう燃やすしかないみたいな、うん、で、うん、やめてくれ、俺気持ち悪いからそれやめてくれって言うとやるんだよね、うん、やつ。ああ、そっか。嫌がらせしたいんだ。はいはい。それほぼアンチじゃないですか。ババアたちが送ってきてるじゃん。いや辛い、被害届だね。そうっすよね。あとは、婚姻届もあった、うん、婚姻届はなんか婚姻届ブームみたいなのがあって、はあ、みんな自分の本当にね、はあ、住所と電話番号とか全部書いて、うん、親の印鑑とかも押したって、親も書いてて保証人とかで、はあ、俺のところを書くとこだけではい、はい、東京都港区まで書いてあって住谷翼って俺の名前も書いてあって、はいはい、それその後の住所をやってハンコをつけばいい状態で送られてくる。すごいっすね。それは結構来るんすか、何回か。そういっぱいいろんな人から来て、それなんか一回それが3ヶ月ぐらい続いてこう落ち着いたら、うんはい、次ね、うん、離婚届が届くようになる。もう、もう ここのやつらが飛んでるやん、うん、結婚したと思っててもう別れましょうって言って離婚届を次送ってくるの。何のきっかけで別れろ思ったんそれ。はあ、とはやばいプレゼント、え、骨壺。あ、これこの間来た骨壺。骨壺は、はい、来て、うん、送り返せるようなセットがついてて、ほう、俺に何かがあった時に、うん、骨の、うん、ほんの一部でいいから、うん、骨壺に入れて送り返してください。私一生面倒いやいや大切にしますみたいなことを書いてあった。その時には死んでるわけでしょ、だってそう、DS さんの骨が欲しいってことでしょ。そうそうそう。なんでそれを事務所のスタッフさんがそいつに送らなかったでしょ。送るのはスタッフさんでしょ、事務所の。あれで本当の骨壺ですもんね、本気のやつ、あの本当に使うやつ。え、もうだから空の骨壺が来て、そう、空の木箱に入ったガチの骨壺を着てそれがなんか達筆で書いたの、そういう、おう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 、一生あの大切にするんで少しだけ分けてください。いやいや、すげえなマジで。そんな人とかって、じゃあもしですよ、 TA さんがいつか死んだりとかしたらヤバそうっすね、うん、じゃあほんまにその葬式もやるやろうからとか。やれないと思うよ、葬式なんて。やれないっすかね。やれないでしょ。火葬場まで来ますよ、本当に。来るから、うん、でもまあやるとしたら、うん、もう本当あの入るとこでテキーラパーンってやって私服でね、うん、もう中レゲとかレゲトンとかかかってて、もうすごい葬式パーティーDJ いて、そういて、で骨も持ってけみたいなそんぐらいがいいよねいいっすかね出待ちの映像がある。出待ちがやばいってことですよね。はい、こちらも映像があるということで、はい、うわ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 、逆、向こう行きます、向こう、向こう。え、これ何駅ですか。姫路。姫路、うわ、すごいな、おい。いや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 、ちょっとミカちゃんすごいあの近くに行ったんですよ。ちょっとミカちゃんなんかすごい近くにいるじゃん。すごいなこれ。修学旅行みたいになってましたやん。なってるなってる。すごいっすね。これで俺ユニバーサルスタジオで怒られたんだ。出されちゃった。はいはい。申請してから来てくださいって。だってユニバーサルスタジオにおるやつより派手やし。変キャストや思われたんちゃう。ゾンビね。あのハロウィンのゾンビの時、150人ぐらいついてきてて道パンパンになっちゃってゾンビがこう。
ゾンビ避けて、で俺ゾンビ避けてる最中にゾンビにこうやってジャスみたいな挨拶とか挨拶とかされて、これはライブの日ですか？これはそう、ライブの日の着いた新幹線、まだ今からライブやるっていう時そうそうに入り待ちや、じゃあそうそう、入り待ち入り待ち入り待ちがあんだけいて、もうどれで来るか大体分かるってことですね。TA さんがどの新幹線で張ってるんだと思うよ、多分結構前から。まあそうっすよね。で多分連携とかも取ってんすかね。そうそうそう、 LINE とかでなんかやってるのいつも送り合ってんもんね。こっちいないとか言って、うん、グリーン車いないんだけどとかあるんすね。そうそうそう、すごい。これはどこまでついてくるとかあるんすか、そのね、セキュリティが、うん、あのいつもセキュリティが専用についてて、あとマネージャーたちとかこうスタッフがいるんで、はい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 、はい、ここまでついてもらってくださいって言わないと、はい、ずーっとどこまででもついてくる。それ一番パーティー多いロープレみたいな感じですね。そう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 、いきなりラスボスいけるから勝てるから、そうか、ゾーマがおるからずっとなんだよ。え？これやってんの俺、あなたと長渕ぐらいしか見ないから。翌日、洗車行ったんだ、うん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 、つけまついてたからね。世間はくだらねえ言葉か気にしてキラキラ忘れて抜けてゆく、叶わねえと勝手に決めつけ諦めとか出せぜ、hey, オフィスゼロ